獅子舞街道を行く、獅子舞歌川国さだが、江戸時代獅子舞とは、東アジア及び東南アジアで見られる伝統芸能の一つで、祭り林に合わせて獅子が舞い踊るものである。発祥には諸説があり、真相は定かではない。主な説は以下の通り。また本校では、中国の獅子舞いわゆるライオンダンスについても合わせて解説する。獅子とは、古語では、 食用の肉の他の獅子、カノシシなど十一般を指し、地域ごとに神や信仰と結びつけて考えられていた。日本初期には、オケオンが鹿の角を報じて待った記述があり、日本には口述する一人立の獅子舞が、二人立の獅子舞の到来以前から存在した。水古天皇20年に中国から日本に義学が伝えられたが、その演目の中に、 当時死の舞があり、当時は卒死と表記していた。卒姉妹は舞場の邪気を払う舞として、儀学の最初に演じられ、天平19年に提出された法隆寺藍縁起並びる騎士財町では、儀学の道具の中には五色の毛を植えた卒子頭と銅膜を持つ二人立の獅子が記されている。日本の獅子舞は全土で行われておりバリエーションは多岐にわたる。 日本で最も数が多い民族芸能と言われている。2000年代の調査では全国に約8000確認されているが、地方の過疎化や東日本大震災などで減少していると考えられる。獅子頭などは獅子博物館や秘密獅マ舞ミュージアム、東京獅子博物館といった専門施設のほか、各地の博物館などで所蔵されている。獅子舞で踊る獅子は、 一人で一匹の獅子を演じる、一人立の獅子舞、二人以上の演者で一匹の獅子を演じる、二人立の獅子舞と、数人から十人ほどで一匹の獅子を演じる、ムカデ獅子に分類される。二人立は、古代に成立した外来の部学、器学系統や猿学から派生し曲芸や軽技と融合し、腰と結びついた異世界人楽に代表される、大見和学系統が存在する。 一人率は土着の芸能をもとに中世末から近世初期にかけて成立した風流系統といった芸能史的に異なる系統に分かれる。富山県は全国でも死死米伝承数が屈指であり、2005年では約1170カ所で受け継がれ現在も行われており、日本一多いとされる。富山県教育委員会は数多くの死死米から2005年に100選を発表している。 獅子の頭部は木製が多いが和紙による張り子のものや最近では発泡スチロールによるものもある。獅子頭職人の早川講師によると江戸時代中期までの獅子頭は武家の災いよけの置物で幕末以降庶民の祭りに獅子舞が広まったという。幅一尺程度の標準的な獅子頭を丸彫りで作ると思いため薄い部材を組み合わせる余席作りが編み出された。 1 5キログラム程度に軽量化でき、修理もしやすい。稲美彫刻で知られる富山県南都市稲美では、上記のように富山県内で獅子舞が盛んに行われていることもあり、獅子頭の生産が古くから盛んで、全国有数の産地である。銅膜には、獣毛の表現を保ったものと、様式化して獣毛を失ったもののに系統があり、前者は毛地紙などと、 通称される。舞方は諸流派があり、風流系かぐらなどが知られるが、他にも多くの舞があり同じものは二つとないとも言える。伊勢大海和学の獅子舞、技学系の獅子舞は、西日本を中心として、全国的に分布し、胴体部分に入る人数で、王子獅中獅子、小獅氏と区分される。王子氏では四肢を操作する人以外に生やし方も、胴体に入って演奏する。 小獅子市では獅子頭を操作する一人だけが胴体も兼ねる。正月に見る獅子舞やかぐらでの獅子舞をはじめ、一般に獅子舞というとこの系統の獅子舞を指すことが多い。大三上楽系の獅子舞三重県桑名市の伊勢大、かぐら校舎に代表される大三上楽の系統である。民族芸能として各地に伝播した他の系統と異なり、先住の芸能者並びに、 宗教者の系統である。ルーツに猿学の流れを組んでおり、演目には獅子舞の他にも、放課芸や一万歳、軽技が取り入れられている。発祥地である、桑名市の伊勢大神楽校舎は、江戸期に伊勢越しと結びつきみそぎ大麻を配っていたことがわかっている。その他に厚田派の系統も存在し、それぞれが社中を組み全国各地を回ったが、現在は、 多くの社中が江戸大三上楽、水戸大三和学へと発展し寄せの舞台芸として現在に至っている。沖縄の獅子舞沖縄の獅子舞は沖縄県に主に分布している。中国風であり、二人が一匹を担当する気楽系である。風流系の獅子舞は関東、東北地方に主に分布している。一人が一匹を担当し、 それぞれが腹にくくりつけられた太鼓を打ちながらまったり、刀を持って舞う。獅子頭は通常木製で角があり、獅子以外に竜頭のものや鹿頭のものもある。起源は古くからある鹿踊りであり、獅子頭も本来は鹿や犬獅子を模したものであったという説や、太鼓踊りあるいは人役踊りの中心にいる数人が頭上のかぶり物を獅子頭に変えたものだという説などがある。 三匹自姉妹市も福田の笹ささら自姉妹東京、埼玉などのかつて、武蔵国と呼ばれた地域で最も多いのは三匹一組の三匹自姉妹であり、農山村では一般的な郷土芸能、民族芸能となっている。三匹のうちの一匹は女子氏と呼ばれ、有自氏がメス自姉を奪い合う、女子四角氏という演目を持つところが多い。伴奏は、忍と竹でできた笹ささらという楽器である。 ささらをする人は、前庭の四方に配置され、この楽器を奏する。ささらを書く三匹自姉妹もある。詳細は三匹自姉妹を参照。鹿踊り、かまい東北の一部には七から八頭以上で踊る、鹿踊り、かまいという伝統芸能がある。三匹自姉妹と類似点が多い。詳細は鹿踊りを参照。イ津台風流系獅姉妹の神田町秋畑の、 伝承では、死はインドで人を食べて生きていたが、インドに人間が少なくなってきたので、ヤマトの国に行こうとしたところ、それを察知した、日本の神が狐を天竺のゴンダラに使わし、死死に、ヤマトでは人を食べる代わりに悪魔を退治すれば、食べ物を与えられ、悪魔払いの神として崇められるだろうと悟し、狐が先導役になって、日本にやってきたとされる。演じられる際に、 狐役が獅子舞を先導することから、この系統の獅子舞は稲荷流と呼ばれるようになった。春節フェスティバル出演風景中国において獅子舞のことを舞子と呼ぶ。また、英語圏にチャイナタウンが多いこともあり、ライオンダンスと呼ぶ際は多くの場合こうした中国式のものを指している。漢助に、増人、和い間企業や微獅子者なり、霊楽士二十二とあり、これが、 最古の記録ではないかとも言う。現在演じられる形は、真の時代に確立された形で、北方の北市と南方の南市の系統があり、競技もある。獅子頭と前足に一人、後ろ足と背中に一人の二人と楽団で構成されている。旧正月や、商店の開店祝いなどの祝いで、小福久として演じられる。中国式の獅子舞は日本においては、 中華街や中国、台湾と関係の深い自治体、施設に、四死枚団が設置されあリイベントごとに演じられる。ジャッキー・チェンの映画、ヤングマスター指定出馬では、南方のものが描写されている。南方市には、東南アジアでも、歌教らによって行われていた有毛で力強い、仏山スタイルと軽快で聡明な鶴仙スタイルがある。他にも詩がある。 横浜中華学校交友会国術団、横浜中華街、広市東会館とも楽部、広市東市市団、ありがとうございます。